どうも皆さんこんにちは、ゴードンと申します。ただいまですね、朝の8時でございます。皆さんおはようございます。いきなりですね、顔も洗わずに実況撮ってるんですけれどもまあそんなことはね、さておいて、ピカチュウが使いたくなりましてですね、ちょっとこの子をメインにしてレートも送っていきたいと思うんですけど、ということでピカチュウの紹介をしたいと思います。ゴドチュウちゃん、メスですね。攻撃と素早さに努力値をマックスで振っております。あと4がこれ H ぶりかな、ちょっと忘れたんですけど、技がボルテッカー、猫魂、アイアンテール、ボルトチェンジ、初手で出して猫魂打ってみたいな。フェアリータイプだとアイアンテールとかボルトチェンジで股間サイクル回してったり、ボルテッカーで詰めていったりみたいな器用なゴドチュウちゃん。持ち物がね、電気玉っていうのがね、ピカチュウ強いんですよ。攻撃と特攻の威力が2倍になるんですよ、この電気玉。このポケモンでレートも送っていきたいと思います。お相手見つかりました。対戦お願いします。シルバーさん、対戦お願いします。今ね、いきなりねカメラ回すの忘れててね、録画を普通に対戦するところだった。どうしようかなこれ。ヒヒダルマ、あんまでもこれな、結構なんだかんだカビゴンから入っていいような気がするんだよね。カビゴン置いといて、まあピカチュウどっかでかませたいよね。ヒヒダルマアーマーが、あとあれでしょ、あのアシレヌでしょ。そんなにピカチュウね触ってなくもなさそうなんですよね、これ。これと、まああとなんだろうな、何が通りいいんだろうなこれ。カビゴンで結構見れてそうなんだけど、まあ、ライチュウがあれか、ライチュウに打点がないか。ブースターも火力は結構ありそうなんだけど、うわどうしようかな。でもこれミミッキュか、ミミッキュでなんとかなりそうだね。ミミッキュかドラパルトなんで、ミミッキュでいきますか。アーマーガーだけがちょっとあれか。まあでもカビゴンとピカチュウいるんで、ミミッキュでいきます。ここはすごい裏にミミッキュとピカチュウが並んでるっていう。ピカチュウのさ、あのなんかなんていうの、ピカチュウにさ化けたのがさミミッキュみたいな感じだよね。すごいねこの感じ。ピカチュウ使いたかったんですよね。さあライチュウから入ってくる。ライチュウか、ライチュウ対カビゴンか。まあま、なんかね、麻痺とかだったら全然これ美味しいんですよね。美味しいというか、まあ、美味しくはないんだけど別に。普通にこれ巨大再生から入りますか。ここはもううちの子初手ダイマックスカビゴンなんで、猫魂とかでも別に全然これはね、あのダイマックスは猫魂ひるまないんで、ここは安定した、まああとはホップスリスリだったり電磁波とか麻痺の技飛んできてもラムの身持ちなんで、それケアしていくんだったら巨大再生で全然良かったと思う。猫魂、はい、これは全然入らなくてひるまないんですよ。これ玉持ちか、玉持ちないし、これどれが入る、結構もうこれ飛ばせるんじゃないこれ。うらおじゃないっす。やっぱカビゴン強いね。まさか猫魂打った段にライチュウがやられるとは思ってないはずなんで、ここはいいと思う。ナットレイ、ナットレイは火力2個上げちゃおっか。ダイナックル、ダイナックルでいきますか。守るかな多分ね。守られても、あ守ってこなかった。じゃあヤドリギかな。これそんなにね火力上げれるからね、こっち的には。次のターン守るかな。あ、ヤドリですね、これは。まあ、ヤドリそんなに大丈夫かな、カビゴン。もう最悪、自爆もあるんで、この子。まあ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 。てか、これ、ダイナックルは、そっか、鉄の鳥発生しないんだ。物理技で、でもあれか。結構回復すんな。まあいいや、ダイナックルもう一回いきます。そっか、食べ残しと、あれだと、そっか。まあこれは結構入るね。これ急所じゃないこれ。普通にだとしたらめっちゃ入ってるよこれ。叩き落とす。これはもうラブの実なんで全然全然大丈夫です。これはこれさ落ちるんじゃない次。守る持ってないのか。てか次のターン守るんかな。なんかね、自爆のターンに守られたらね、ちょっと嫌、ちょっと嫌っていうかだいぶ嫌なんですよ。なんでここはバッカ力安定だと思うんで、ここはバッカ力打ちます。でバッカ力、あーそうか、自爆今一つだもんな。はい守る。じゃあ次もこれバッカ力で押しますか。これカビゴンこのまま居座ってもういいんで全然。で裏がきついのかな。ナットレこれ処理したいんだな、カビゴンで。ヤドリギがちょっと嫌ですねこれ。ただね、A2 段階上昇でしょ、カビゴン。結構ね、バカ力入ると思うんだよね、これ。押し切ってほしい、なんなら。変えてくるかな。
裏ゴーストいたっけ。2連守、おお2連守る成功しとるやんけ。やばいねこれ、マジか。2連守る成功したのか。まあ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 、うーん、ちょっと回復量が多い。これじゃ倒せないか、さすがに。でも攻撃2段階上昇でしょ、カビゴン。いやー、ナットレ強いね、やっぱ。安定でナットレ強いんだよな、これ。うわ、めっちゃ回復してるわ。でももうここはもう、迷いなくバカ力押すんで動くか。いけ。どうだ。うわ、マジか。これ渋くない？いやー、なんかさ、うわー、マジでこれ渋いなー。これ落としてほしいな、なんなら。落ちないか。あ、これ宿りで落ちない？無理か。さあ、ちょっと微妙だな、これ。宿りで落ちる。どうしようかな。先制技がね、一応あるんだけど、裏に。先制技じゃ倒せないか。まあ、これは、ミミッキュ出して、だね、ここは。食べ残しが嫌だな。でも、剣舞積んでいいかな。陰討ち、守る可能性あるんで、これは、ダイマックスだったとしても大丈夫。剣舞して、陰討ちなら多分倒せるはず。オッケー、剣舞通る。ってことは、宿り木とかかな。叩き落とす。あー、弾落とされた。まあまあ、あー、命の弾落とされたのちょっとでかいな。これでもピカチュウの対面じゃなくてよかった説もある。まあまあまあ、いいでしょう。これ落ちないか？さすがに。ナットレイ。いやー、これシャドウクロウだったらあったんだけどな。陰討ちこれ守るかな、ここ。守るよね。やばい。いやー、今のターンこれ、ゴーストダイブでよかった。ゴーストダイブって守る貫通なんですよね。いやー、じわじわ回復されてるような気がする。だったらゴーストダイブ打つか。ここは。これゴーストダイブ打ちます。大丈夫、これで。あの、宿り木が一番嫌なんですよ、今の台面。ジャイロ、オッケー、スカス。ここ守る、してこないか。ワンチャン耐えるよ、耐えるかな。でも、A2段階上昇中だよ。剣の前したんで、どうだ、どれぐらい入る？オッケー、ナットレ突破。いやー、これでかいね。なんかピカチュウの動画なのに、ピカチュウ以外がめっちゃ活躍してるんだけど。ラスト1体。ラスト1体の対面でピカチュウとなんかってなるとな。何が来る？ブースター。ブースターでピカチュウになる可能性あるね、これ。さあ、どうしよう。まあでも、詰めれるだけ詰めていきたいんで、これは。陰討ち、ダイマックスがあるんですよ、相手まだ。なんで、ゴーストダイブ打ちますよ。スカフはないでしょ、ブースター多分。ダイマックスターンをね、枯らしていきたいんですよね。ただ、ピカチュウだとダイマックスしてこない。ピカチュウだとダイマックスターンは、ちょっとね、無理だよね、さすがに。ここダイマックスしてくる可能性すごいある。あ、してくるよね。そうだよね。いやー、ちょっとこれ微妙だな。ピカチュウは、多分素早さ的には抜いてるんですよ、ブースター。ちょっと調べますわ。いや、抜いてると思うんだよな、ピカチュウ。え、どうなんだ、ブースターって。あ、でもブースター遅かったイメージすごい強いんだよね。どれぐらい入る？あー、こんだけ削ってくれたらまあいけそうだけどね。ピカチュウとブースターでしょ。ブースターってさ、なんかさ、素早さ全然なかった気がするんだよね。ちょっとまだ検索が追いついていないんですけど。まあ、ラス1ここピカチュウで、もうボルテッカーで、いけないか？ピカチュウはね、確か90族なんだよね。ピカチュウの種族値。ピカチュウは素早さ種族値が、そう90で、ブースターは50とかじゃなくて、ブースターなんかに低かった気がするんだよな。ブースターの素早さ種族値が、65か。65だ、間違えた、間違えた。65か。だったら抜けてんじゃない？これダイマックス中なんで、ボルテッカーで。押し切れ、ピカチュウ。頼むぜ、ラスト。いけ！おら！
オーケーライス。いや、よかったよかった。これ、ピカチュウ活躍したって言っていいのかわかんないんですけど、まあ、ピカチュウ最後、結構詰めてくれたんでいいんじゃないこれ。オッケー。よかったよかった。対戦ありがとうございました。いやー、やっぱカビゴンとかミミッキューが強かった。ごめん、ピカチュウ。はい、お相手見つかりました。シンジさん、対戦お願いします。さあ、リザードン、ドラパルト、ドリューズ、ロトム、トリキッス、オーロンゲ、これはもうカビゴンからあります。ここのメンツにはカビゴン結構強く出れるんだよね。で、リザードンは持ってったらいいかな。リザードン、ドラパルトかな。ドラパでいいのかこれ。オーロンゲ、トリキッスには、あの子ドリューズが刺さって、まあドリューズ結構刺さってんな。そう考えると4体に刺さってんのかドリューズ。ただ一貫してないんだよなドリューズ。難しいっちゃ難しい。猫魂とかなんかボルトチェンジでピカチュウがうまく回していけるならドリューズ入れてもいいと思うんだけど、相手のダイマックス枯らせないもんなこれだと。まあドラパでいきますか。ピカチュウドラパルトでいきますわ。裏これでいきます。カビゴン初手でこれ何が来ても多分カビゴン強く出れるんで。いい音楽だ。シンジさん、すごい虹色に光り輝いてますね。ちょっとさっきの試合がめっちゃ良かったからね。まあ、めっちゃ良かったっていうか、ピカチュウそんな活躍してないんだけど、もっとね、目立ってもらわないとね、ピカチュウには。ロトム。はい。これは対面いいんじゃない？巨大再生から入りますか。巨大再生でいいと思う、多分。鬼火とか、だったとしても全然これはいいよ。やっぱカビゴン、このロトムに強く出れるのいいね。強く出れてるんだと思うんだよね。個人的には。ロトムに強いと思うんだよね、このカビゴン。どうでしょうかね。さあさあさあ。あ、10万ボルト普通に打ってくる。これは全然耐えますね、これは。いいよいいよ。で、急ってきたね、ロトム。オッケー。もう、めっちゃ入るやん、これ。これ、ダイナックル通せそうじゃない？裏。あー、ドラパに引いてくれる可能性もあるのか。ダイスチル打ちたいとこあるけどね、防御1段階上げれるのは美味しいんだよな。ダイスチル打ちますか？ちょっと。なんか、ワンチャンオーロンゲで受けてくるとこないかな。捨ててくるかな。あ、捨ててきた。まあ、だったらこれは別に、いいや。防御1段階上昇のダイスチルなんで。オッケー。よしよしよし、ロトム突破。ロトム突破ができちゃうのっていいよね、このカビゴン。やっぱ強いんだよな、カビゴンが。なんだかんだこのカビゴンめっちゃ強いんだよな。巨大再生カビゴン。まあ、なんかどっかで紹介したいですね、この子も。もうなんかおなじみみたいになってる、ここら辺のメンツは。あ、ドリューズ、はい。ドリューズ、角ドリルとかは、あ、そかないか。ダイマックスターンないんで、何してくるかな。でもダイナックルでいいと思うんだよね、ここ。シンプルにダイナックル打ちます。はい、ダイマックスしてくる。ここダイマックスしてくるんだったら2発耐えないかな、カビゴン。無理か、さすがに。ドリューズのダイスチルとかめっちゃ強いもんな。まあでもここドリューズがダイマックスしてくるんだったらなんちょっとだけ美味しいっちゃ美味しいか。カビゴンがまだ残ってる状態でダイスチルしてきてるんで、これ一発耐えるでしょ、さすがに。オッケー。全然余裕だね。よかった、ダイスチル積んどいて、さっき。オッケー、オッケー。攻撃1段階上昇、ダイナックル。これぐらい入る。ナイス、いい火力。同じぐらいじゃない今、HP。カビゴン強くない？あー、でも次落ちるか、さすがに。まあでもここは、いいか。まあ、バカ力打ちます。ワンチャン耐えたらみたいなとこあるけど、ダイナックル通してくるよね。そうだよね。ドラパに引くのもありだったか、別に。まあ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 、いいでしょう。急所か。まあ、多分、これやられてたと思うんで。A2 段階上昇中でしょ？ってことは、ここドラパルト行きます。ここドラパルト出して、ゴーストダイブで一旦削ります、相手の。これ、タスキのケアもできてるし、スカーフだったとしても、こっちが先に動くん、あ、違う。ここは、今、ダイマックスターン中は、こっちが先に動くでしょ？で、相手がスカーフだったら、次のターン、こっちが後攻になるんですよ。結構いいと思う、これは。
オッケーで、これで収まる。ドリューズこんだけ削れてたらな、だいぶ詰めていけてると思うんだよな。オッケー、引いてこない。これはオッケー、ドリューズ突破。いやー、いいですね。これドラパルトがタスキー持ったまま突破できてるんで。あれピカチュウ、あれピカチュウは、あ、トリキッスならピカチュウ結構活躍できるんじゃない。ここはまあシンプルに詰めていきたいんでゴーストダイブ打ちます。多分素早さ的にはドラパが抜いてるんで OK。 あれ、これドラパルトめっちゃ強いぞ。よかった、ドラパ連れてきて。 OK、 マジカルシャインすかす。で、ここ戻ってきて当てる。まあでもね、これね、カビゴンが荒らして他のポケモンたちが最後詰めていくっていうスタイルのポケモンたちなんで、オッケー、1耐える。確実に行きたいよね、これ。トリキス多分先生、あー、神速も、あ、神速効かないからいいんだ。これはもうちゃんと詰めていきますわ。これでホック消えて、これ出てきて殴りますよね、ドラパルトが。オッケー、殴る。ちょっとこれ急所じゃない。あ、あれか、乱数か。お、ピカチュウ使ってないんだけど。対戦ありがとうございました。ということでですね、まあ、ピカチュウどうしよう。ピカチュウの動画撮ってんのにな。